皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原ひろみです。 J リーグ TV 始まります。今回は J リーグの第2登録期間が終了したということで、はい、J1 リーグの各クラブの選手移籍を見ていきたいと思います。第2登録期間というのが何かっていうと、そこをまずちょっとおさらいしたいと思うんですけども、 J リーグは移籍期間が年に2回あるんですよね、うん、まあ、J リーグはっていうか、はい、どこも2回なんだよ。あ、どこも2回か。そうか、どこも2回、はい、だからただシーズンの違いによって、通常はやっぱシーズン前は長いじゃん。ヨーロッパもそうだけど、ヨーロッパってこれ8月末まであるよね、移籍期間。はいはいはい。でそこがシーズン終了してからシーズン始まるまでが長くて、冬は1ヶ月4週みたいな感じになってるんだ、うんうんうん、だから J リーグの場合はほら2月下旬から始まるから、その前が長くて、はいはいはい、でここの第2ウィンドウのところは4週なんだ。4週、うん、4週って決まってる。最初始まる前が長くて、あとが4週って決まってるんで、はい、この間に8月中旬までだったよね。13日までだったよね。そこ4週、うん、4週っていう風になってたな。FIFA は各協会に対して年に2回登録期間を設けることを義務付けてるんですね。うん、そうそう。ただ去年のコロナみたいな時って、はいはい、その間ってこう動けなかったから、なんかウィンドウをもう一回こう無理やりこうつけたとか、そういう時もあったんだけど、そういうことなんですか。試合ができなくて、はい、できない期間が長かったからみたいな、でそこの期間がもう終わっちゃったみたいになって、でこの間にこっちに J リーグも去年そうだったんだけど、まあ、特別にここにまたつけたっていう。試合全然ほら4ヶ月半止まっちゃったから、はい、で第2ウィンドウがそこに来ちゃって、始まってすぐで、うんうん、まだってこれ途中のないよね、ないに等しいよねっていうんで、ちょっと後ろにこうずらして入れたんだよな。それが去年は特例で認められたっていうのがあったね。なお J リーグでは第一登録期間は1月の8日から4月2日。ああ、そっか、始まってちょっとそうだね、はい、最大12週間ですね、うん、はい、で第二登録期間が7月の16日から8月の13日ということになっています、うん、だそれ毎年ちょっと期間がずれて、節とか大体半分ぐらいの時にこう持ってくるとかいう風になってるんだね。今年のこの第2ウィンドウ本当に厳しかったね。ダメかもしれないっていう、 J リーグが決められることじゃないじゃん、その入国できるかどうかって。あれこれ皆さんどこまで知ってるか分かんないけど、オリンピックがあって、オリンピックの前まではそういうスポーツ選手は割とこう特例でこう入ってくるとかあったけど、はい、芸能関係とかそういうのも全部入国するのが止まっていて、だから新しい外国人とか第二ウィンドウでオリンピック終わった後とかになっちゃうと難しいみたいな話も情報としてはあったんだよ、うん、だけどまあいろいろこうなんとかこのサッカーってこういうレギュレーションになってるしっていうんで、なんとか認められたの本当にギリギリだったからね、うんうんうん、J リーグバブルを作るっていう、まあ、去年もそうだったけど、その実績を認めてもらって、また同じようにやるからっていうんで、はい、なんとか入ってきたから、やっぱりまだコンディションが万全ではないと思うね、うん、やっぱりね、なかなかね、外国から来た人は。だから国内移籍の方がこう計算しやすくて、国内の移籍が割といつも以上に活発っていうのがあるからね。あ、うん、それでは各チームの移籍情報を見ていきたいと思います。北海道コンサドーレ札幌なんですけども、ミラントゥチッチ選手が加入しましたね。ああ、出てる？まだ出てないよね。まだ出てないと思いますけども、うん、この選手スロベニアの選手で、 OH ルーベンベルギーからの加入ですね。まあ、札幌はフォワードがね、アンデルソン・ロペスがいなくなっちゃった。いなくなっちゃいましたもんね。ああ、だからこれ右がアウトか、そっちなんで、はい、センターフォワード、今オガチワとかね、いろいろこう違うタイプの選手を試してるけど、はい、取ったんだろうけど、やっぱりこう皆さんご存知のように隔離期間が今あるでしょ、はいはい、なかなかビザが発給ができなくてやっとできて、うん、でやっぱり来て2週間隔離でトレーニングしなきゃいけないから、うん、J リーグのバブルを作って、その女でやって、まあ、来てるから、やっぱりコンディションがまだ十分じゃないっていうのがあるのかもしれないね。なるほど。この選手アンダー21スロベニア代表としても5試合に出場していて、ゴールも決めてるんですね、うん、楽しみだね、はい、でウェファヨーロッパリーグでも出ていると、うん、あ、そう、はい、注目の選手ですね。じゃあ続きまして、ベガルタ仙台、
フォワードの富樫啓真選手が長崎から加入。この前いきなりスタメンで出てたね。出てましたね。ねえ、手倉森監督とはね、長崎で一緒にやってたからっていうのもあるんだろうね。 あと清水から福森選手もね、ディフェンダーで入ってきましたね。出てるね。センターバックの左でやってるな。はい。でちょっと気になったのがこのアウトで島表選手が、あ、アウトになったんだ。はい。なんか島表選手は去年だか、去年一昨年か、去年一昨年とか大活躍したよね。なんかもう中盤なんだけどセンターバックとかでこう球際の強さとかね、はい、まあそういうのあったんだろうけど、なんかこう今一つ今年はフィットしてないっていうか、試合もあんまり出てないなっていう感じはしたけどね。ベガルタもね、ちょっとここのところやっぱり調子がまだ上がらないから。そうだね。うん、うん、この補強がどう出るかですね。まあそうだな、もう なんとかやっぱ得点力がね、いいゴールキーパーもいるしさ、はい、得点力だな。守備もある程度安定してるけど、やっぱりこう先制点取られちゃうとなかなかきついところあるんでね、うんうんうん、先制点取るとかなり粘ると思うんだけど、まあその辺かね、課題はね、はい、うん、続きまして鹿島アントラーズは、うん、ディフェンダーの安西光輝選手が戻ってきましたね、うん、あとこのブエノも戻ってきたのか。そう、ブエノも戻ってきた。で安西選手って、うんうん、あの背番号が鹿島上昇の礎を築いてきた名プレイヤーたちが背負っていた2番をつけるんですって、うん、ああそうか、奈良橋とか、はい、内田とかジョルジーニョとか。ジョルジー、ああそうだね、はい、安西はだってあれだよね、 ACL 優勝した時大活躍してて、うんうんうん、そこでブレイクしてポルトガルだか石炭、はい、じゃなかったっけ。そうだよね、いろいろあるんだろうけど、チャレンジしてまた戻ってきて、うん、ね、まあ、鹿島の中でまた力を発揮してくれればいいと思うけどね、うんうんうん、代表とかもちょっと入ったことあったよね。そうですね、うん、これ見るとディフェンダー2人ってことは守備を少し補強したかったんでしょうかね。守備、そうだね、守備で経験ある選手が欲しかったっていうのは、割とこう若いからね、はい、時元だっけ、時元とか、はい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 、まあ、犬飼はまあ経験あるけど、うん、町田とか左があれか、左っきの長門とか、まあ、はい、杉岡が湘南に行ったじゃん。そうなんですよ。安西はまあ左もできるし、まあ、右もできるし、まあ、両方できるからね、うん、っていうのがあるから、選手、あとセンターバックも選手層をこう厚くしたいって思いが特に最終ラインはあるんだろうね。なるほど、うん、前はある程度怪我さえなければ、上田綺世とかも怪我しなければ、割とこう、はい、荒木も含めて、うん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 、うまく回せるっていうふうに考えたんじゃないかね、うん、続いて浦和レッズなんですけども、まずはこのフォワードの木下康介選手、ノルウェーからの移籍なんですよね。横浜 FC のジュニアユースかな、ジュニアユースか、はい、ジュニアユースからユースに昇格して、うん、で早めに行ったよね、海外にね。そうなんです、ユースに昇格して高校卒業前にヨーロッパに渡ったんですよね、うんうん、ドイツに行ったんじゃないかな、はい、ドイツに行って U21 みたいなとこで多分やってたんだと思うんだよね、はい、で大きくて、大きいんだけど割とこうテクニックもあるんだよな、うん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 、だから、まそれで早くから向こう行ってたから、まあ、それがどういう、どのぐらい成長して帰ってきてるかっていうのは楽しみであるね。そうですよね、楽しみですよね、うんうん、で現在26歳なんですけども、うん、まあ、26歳にして J クラブ初加入という異色のキャリア。まあ異色だな、確かにな、まあでもそういうタイプもいていいだろうし、浦和とすればフォワードもいろんな選択肢を、ね、こう増やしたいっていうのがあったんだろうな。なんかアンダー18日本代表では山中選手とか岩波選手とチームメイトだったみたいですね。ああそうだね、はい、俺もその頃協会の方にいた時はいたよ、だから知ってるよ木下って。ああ、うん、もう覚えてます。覚えてる、大きくて、うん、でも海外に早めに行くっていうのをその時から聞いたんで、うん、うん、あともう一人のミッドフィルダーの平野選手、うん、出てるよね、水戸から移籍。これはどこだっけ、どっから、水戸の前はどこだっけ。東京ヴェルディジュニアユースで國學院久我山高校、うん、国士舘大を経て2018年に水戸に加入。2018年に、はい、イカルド監督なんかも徳島で当たっててその能力は買ってたのかもしれないね。そうか、見てたのか。それと、まあ、やっぱり今 J2 あたりでこうレギュラーで出てて可能性がある選手はやっぱり J1 の各クラブはやっぱり目をつけてるよね。あ、
割と大学出てすぐフルに出てると、はい、J1 に来てあんまり出てない選手よりはこう、なるほど、ね、どん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 試合経験積んで伸びるっていうのもあるから、うんうん、多分いきなり使ってるっていうことを見ると期待されてんだろうね。なんか浦和の西野テクニカルダイレクター曰く、うん、中盤の真ん中でワンボランチまたまあ、2人並べてセントラルミッドフィルダーとしてしっかり守備もできるし攻撃の起点にもなるという選手みたいですね、うん、伊藤っていう選手がいるじゃん、はいはい、中盤でだからそのあたりとこう一緒にも使えるし一人でもやれるしってこう多分いろんなポジションチェンジしたりしても使えるっていう。でも浦和が一番補強してんじゃない。江坂でしょ、はい、江坂、酒井宏樹でショルツか、ショルツ、そう、まあ、ユンカーはもうちょっと前だったけどね、はい、だからまあ本格的にこういろいろ新しい浦和をこう作っていくっていうそういう感じではあるね。これ何か新しい浦和をやっぱ作っていく意気込みというか思いが表れてると思いますね。これやっぱりどこってよりも全体的にこう選手をこう少しずつこう競争させてさ、あ、新しい選手を加えていくっていう多分予想だけど、その西野とか土田っていうのがこう現場 の, その GM とかテクニカルダイレクターっていうのか、うん、そういう立場に来て前の契約が残ってる選手たちから今度徐々にこう変えてってるような、あ、そんな感じはするな。なるほど、うん、やっぱり契約ってその残ってたりさ複数年契約してたりとかいろいろあるじゃない、はい、いきなりズバッてそんな来たから変えるっていうのはできないので、はい、ただ、まあ、ユンカーも含めて、うん、今年は西大吾も入ってきたりとかやっぱりこう新たなフェーズに入っていこうとしてるじゃないかなっていう気はするけどな、まあ、秋元とかさ、小泉とかそういうのも取ってきたよね、はい、今年最初、はい、だからかなり去年から見ると変わりつつあるよね。そうですね、はい、新しい浦和っていう感じはだん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 こう出てきてるんじゃないかなっていう気がするけどね、うんうん、続いて柏レイソル、こちらはフォワードの武藤勇樹選手を浦和から獲得。まあそうだ、だから武藤なんかは逆に浦和での出番が少なくなったっていうことがあって、まあ、江坂と交換みたいな形になるのかね。そうですね、江坂、うん、逆に今度武藤が行って、はい、まあ武藤も出てるしね、うん、活躍してるからそれはそれで両方ともフィットしたっていうのはあるんじゃないかな。結構まあ、第一移籍期間ですけどもブラジル人選手多く取りましたね、うん、柏レイソル取ったね。ブラジルルートはやっぱある程度強いっていうのはあるよね。ブラジルとか、ね、まあ、海外ルートな、まあ、オルンガで、はい、去年まではもうすごかったんで、はい、まあ、なかなかオルンガクラスはいないけど、このペドロ・ハウルだっけ、はい、だいぶ馴染んできたよね、はい、だからこうセンターフォワードとして高さとこのポストプレートがあるんで、うん、軸がそこでこう決まってきたから、本来のレイソルに戻りつつあるっていうのもあるんじゃないかな。うん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 、FC 東京、ディフェンダーの鈴木純也選手を秋田から獲得。まだスタメンではないけど途中から使ったりとかしてるから出てましたよね、はい、だいぶ慣らしてるのもあるし、秋田ではそのすごい右サイドから攻撃参加とかさ、あとフリーキックいいのあんだよね、右足ね。まあレアンドロがいるからなかなか蹴れないかもしれないけど、そうか、まあでもこの 上下動っていうかそれもあるし、はい、キックもいいし、まあ、馴染んでくればね、大きな戦力になるとは思うけどね。この鈴木選手は清水エスパルスユースから早稲田大学に進学して、早稲田大学海外行ったよな、はい、卒業後にドイツ3部のアーレンというクラブに所属したようですね、うんうん、で2019年に藤枝前 FC に戻ってきて、まあ、まあ戻ってきてというか日本に戻ってきて2020年からブラブリッツは来たと。ロングスローが実は結構得意だそうです、ね、あ、ロングスローもあるね、はい、そうか、まあでもそれ海外で、まあ、ドイツ3部でやってそこから J3 からこうまた上がってくるっていうのも一つのルートではあるっていうかさ、うんうんうん、苦労人っていう感じだな。すごいキャリアアップですよねこれ。まあそうだね。川崎フロンターレ獲得したのはフォワードのマルシーノ選手。まだ俺は見てないな。まあちょっとフロンターレも今ちょっとこういろんな疲れあると思うんだよね。代表選手が多いからオリンピックとかさ、はい、日本代表とか、まあ、ACL とかさ、はい、隔離期間とかで、まあ、三笘や田中碧とかいなくなっちゃったしね、海外移籍したんで、うん、まあ大変だと思うけど、なんだろう、このマルシーニョってのはどんな選手かちょっと楽しみだけどね。現在26歳で、うん、まあ、ブラジルの
選手なんですけども、うん、今年の2月までは中国のクラブに所属していたんですね。あ、そうなんだ。はい。うーん、まあ、中国あたりに行ってるっていうのは期待されてるところは当然あるんだろうからな。あ、まあ、アジアの気候とかにはちょっとは慣れてるんだろうけど、まあ、コンディションさっき言ったようにいつ入ってきて、あの隔離期間があって、やっぱり馴染むのはちょっと時間かかるかもしれないな。うん、まあでもフロンターレの場合まだ ACL もあるし、ルヴァンもあるし、はい、天皇杯もあるし、みんなの可能性あるから、うん、やっぱり一人でも新しい戦力っていうんで取ったんだろうね。うん、まあでも相手もこうかなり研究もしてくるだろうし、そうですよね、今横浜 F マリノスがガーンと来てるからな。来てますねまあでもマルシーニョは楽しみであるな。うんうんうん、サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。